なんとかなったね。ハック開始だ。みんなのおかげだよ。なんとかなったね。ハック開始だ。引き時だな。
ハッキングってのは基本的に突破されたことに気づかれるとこっそり作った裏口を。今回は俺たちは気にせず、デジモンがいる場合ハッカーを雇うことだが、どう俺に言わせりゃ、アック開始だ。このまま押し切れ。なんとかなったね。上出来だ。
ック開始だ。油断するなよ。悪くなかった。アック開始だ。
かげだよ。よし、うん、千歳。うん、バッチ。千歳がサーバー内。おやおや。かやば。サーバー主がハッカーを雇わず。雇ったハッカーな。おかげでこうして。そりゃゴリ。ところで、あれはビッグマ。どうせき。これだからこ。マネーに綺麗。貧乏人が憎い相手をくつ。その可能性。お前がいいアカウントは手に入れ、俺もこのまま盗んだ僕の愛しい、ついでに力を貸してくれ。無理は禁物だ。Thank you.
これを使おう。
リオン禁物だ。ちょっと待った。いきなり聞き分けが良くなる必要はないんだぜ。それだけはご勘弁を。アカウントを破壊されたら復帰するのにいくら金と手間がかかると思っているのかね。メフィストさんから買ったアカウントデータが目的。奪ったアカウントの情報は今後アカウント狩りに関わったら。やれやれ、まさか本気で。お前の大好きなお金様じゃ。お前のアカ、僕が狙うのは企業や政治家のアカウント。そいつは嘘はついていない。おい。だが最近一時期保坂。お前誰かから情報。あれ喧嘩じゃない？おいおい、まだ。なんだ？ほら、さっきまで。いざ喧嘩になると。あ？俺ら今こいつと。おい、待て。あのハッカーって噂の。マジかよ。おい、なんで助けた。余計なことしやがった。気にするな。仕方なかったのさ。でも、きっと気にしないさ。
デジタル。冗談を言うた。もう、わ、約束のデータバッチリ揃ってるじゃない。かやばがアカウントをから、うん、だひょっとしてでも、どんな危ない放っておいてかただの金庫番が言われた仕事だけあらあら、取ってきてもらったアカウント、もちろんこれは、うん、セントラル病院から連これからは、でも私もできる限りなんて言った私たち頼まれていた調べ物。保坂明、結構悪質なハッカーだったよ。年齢や性別問わず、絵で、でも、っていうか、情報が少ない千歳にマルウェアをやってもいいけど、まさか、とぼけてもダメ、ここのところ。エデンでデジタルウェイブの意識、そうしたらね、し、だから、もしかしたら、連れて行ってくれたら。
学校？お前、会えてよかった。突然怒鳴ったりして。あいつら、同じクラスの連中だよ。お前が来てくれて助かったよ。本当は気の小さいやつらな。そんなやつらに励ましてくれてる。それよりさ、なんかそれじゃあな。早く連れて。平気。何あの人。ねえ、何かしてるみたい。小坂明の。おや、怪しい。通りで道行く皆さんが、わっしかし。あって、私の、おっと、申し訳、この辺りのデジタルウェーブ地に、私と同じ。おや、あ、これはこれ、その、おう、実は私も、どうですよ、この人。ご覧なさい。新宿のどこから？いや、仮想。そっか。一般的に大きな交通網が敷かれているが。その通り。しかし。まさかブッデジタルウェーブデジタル対デジ中はど私たちだって駅の中はさらにデジタル現実にデジモンが現れるな。つまりこれお分かりになりません。それすなわちハッキングできる。ごめんと。まだ部分的なもの現実で不可能。ひらめきの反射さ。ひょっとしてあなた。なんで。おや、君も。気をつけてください。エデンであれに星詰まる。この空間ではデジタルモンスター。それは絶対に負けられない。Thank you.
追わなくて結構。ピーターと接近しても異常、それが分かっただけでも対抗方法も分かったことで。おい、誰かそこに。まだちょ、あなたたちはもう。待って。お前さんは龍神とこのエリカちゃん、こりゃいけねえ。お医者に話を聞いてきた。お前さん、俺の口から言うのも、エリカちゃんはあれはもうエリカちゃんとその事故が元で珍しい症状で、このセントラル病院で。エリカ、落ち着け龍神。またやさ。なーに、俺はお前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません。そんな、お大事にな。ロビーで面倒をかけた。好きなんですか？私も好きです。でもいざ自販機の前に立つと迷いますよね。何よ、あなたのおすすめはありますか？先ほど通常のシルゴ缶に安価とチリ、2つのあ、何より私が一飲むとき、それを考える。でも先ほどに、やはりそういう、やっぱりあってはどれがいい。店へ戻るぞ。そっか、入院になっちまう。言っておいて、言って引いていればエリカを外に出さなく、そうすればあい、お前に話せば解決したか。いろいろ大変なんだあいつ。気にすんな。そういや、又吉さんに会ったの？あの人には昔。ま、ともかく。
さあ、行こう。
かなったね。
んとかなったね。
とかなったね。
無理は禁物だ。
Thank you.
これを使おう。これを使おう。
私だ。犯人探しは順調かな？そうか。茅場も犯人。なぜそんなことを？なるほど。私と直接会って確かに。君は死んいいだろう。それでは明日。正体のわからない。そりゃま。
君が優秀なことは知っている。これは忠告だ。だが用心深いこと自体は悪くない。よって君は信頼するに足る人間。これはそのお祝いだ。約束の時間にこの場所を訪れたまえ。では。Thank you.